はい、それでは始めてください。 2P とんかつさん、さあ、上キャラ構成のとんかつさん、かなり本当なんか上キャラのスペシャリストというか、う、ね、本当強いですよね。オーダーセレクト。さあ今回はちょっとサブキャラも交えているか。そうですね、マリーが入って、はい、モアさんは変わらず。ラウンド1、さあ今度は裏タク1番。あ、昇竜が。これはなんかちょっとフォクシーめんどくさいって聞いたんですけど、フォクシー側が、おお、うまなんか光剣をスライディングで抜けれないって聞いたんですけど、本当ですか。いや、全然知らないです。いや、むしろ光剣、抜けづらいのかな、はい、移動のあれじゃねえかなと思ってたんで、はいはい、なんかお互いちょっとやりづらい感じしますよね。さあ、コアスライディング、あ、立ってしまい、体力赤ゲージからのあのフォクシーのスライディングはもう本当タクですからね。モアさんも強いと一言まあうまく読んで後転とかが一番いいかなと思うんですけど、タクはああいうする、はい、後転もなんか引っ張られた時めんどくさいですよね。ああ、まあそうですね、ちょっとそこら辺の判断が難しいですね。なんか持続にヒットしちゃったり。さあ屈伸してたため追加出さず、なんか今回禁止の半角なくなったらしいですね、マリー。あ、そうなんですか。らしいです。へえ。自分も聞いた情報なんで分かんないですけど。おっと、さあコマ投げは、はい、ちょっとミスってしまうが、さあコア調皮で締めていく。おっと、だダメと。おそらくあの駒投げをワンフレの方出そうとしたんですが、ミスってあれになってしまったところに駒さんがしゃがんでしまいみたいな感じでしたね。友人客くれくれ、さて友人客くれ、最初裏ロバゲージが空、どうすんの。さあこれが痛い。あ、これか。飛んでもこれどうなんですかね、必要経費としても飛ぶ方がいいんですかね、ことが多い気がしますね。あ、もう打たないでくれっていうのを願って、ね、結局、まあ、俺もよく転がっちゃうんですけど、あれ一回見られたらもうほぼ即死じゃないですか、3ゲージ持ってると。フルコーン、はい、まあ、どっちにしろもうあの時点で相当きついじゃんけんなのは間違いないと思うんですけど。さあ言ってる間にマリーがゲージを吐いてしまい、マチアがゼロ、約1本。さあゲージがないので、こう追い詰められた時の逃げ道がなかなか作りづらい。しかしジャンプ B からうまく当てていく。エボニー、エボニー。さあ端は逃がしてほしい。さあモアさん耐える、ガキャン使う。おっ、ここで一発。さあ、さすがに逃げるか、逃げる。さあガンダッシュ、いやー、竜人脚襲いかかる。プレッシャーがやばい。さあもう食らえない、どうすんの。なったー。逃げる。うまいリバーサルジャンプ B。 たー。逃げ切れず、エボニーに引っかかってしまう。さあ勝ったのはとんかつさん。さあここでワンピースワルはフロムヘル、本物。さあフロムヘル対トンカさんという、なかなか、そうですね、まあ、2人ともかなりここ、ね、ここ、まあ、老害、まあ、なんかいろいろ呼び方はあるもののなかなかベテランの2人ですね。さあ初手キング、カスミ、アンディ、ラウンド1ファイト。妨害のしやすいから
まあ、まあ、クロムヘルスさんはまあもずっとこのキャラでやってきてますね。ああそう、はい。まあ、最近はほとんど触っていないでしょうが、ああそうですね、まあ、当時はフォクシーとかも全然いなかったから、まあ、結構きつそうな感じがしますね。あてかさっきからトンガスさんのタッチフットワーにマイウェイキャンセルして、なんだっけ、はい、あの中断でワイヤー月の銀モアさん白色やで月の銀、月の銀、あの中段のやつ、プラからの発生の、あーはいはいはい、あれ毎回あって、あれっすね、あーなるほど、あれなんで無敵ついてるんですかねっていう、まあ確かにルイコさんに今質問してもあれなんですけど、あ全く知識ないんでなんか申し訳ないところあるんですよね。そうですね、あの無敵のせいで、はい、多分何人もが泣いたと思うんですよそうですね、あの最後の、ね、残りワンドとのステーゲープレイというか、う激しいプレイね。だいたいしかもこっちが重ねに行った時になんかすら中断ってやってまあけどまあやりますよね、まあ、やりますねやりますね、上等手段みたいなもんですからね。さあなんだかんだでかなりいい勝負になっている中堅戦。さあスライサーうまく刺して前転からしゃがみし、いや見えない。さあしっかり決めていく。さあかなり減る。さあバレたところにまずい状況が、流れを掴んでいるドンカツ。マリーってこんな強いんですね。ああ確かになんかマリーもあんまりいないですけど、俺もなんかあんまり戦いたくないキャラですね。ちょっと苦手意識があります。結構仕込みないのが大事なキャラなんかなとか思ったんですけど、あなんかそういうわけでもなさそうな。意外になんかジャンプ C とかジャンプも強いですね。そうですね。あなんかマリーも逃げジャンプ D 中段になるじゃないですか一応。あそうですね、大体のキャラには。おいやつか今すげえの当たったけどさあ中段からここは出ない。うまい、うますぎる。しっかり見ている。これはさすがに死ぬ、死んでしまう。勝ったのはトンカツ。いやてかマリー使い本当にいないですよね。そうですね、ジャンコさんとかはまあサブキャラとかでたまに使ったりしますけど、はい、これもうすでに座っているデサマ。デサマ俺が行こうと思ってた時に先に俺より強い人が出てしまう。これはまずい。マチャ対決がやりたいのか、クーラ？確かにちょっとやりたかった感がありますね。結構トンカツさんとのじ合いしてるのよく、ね、見てるんで、デジオさんが、はい。ラウンド1、ファイト。あ、これ本当やりたくないですね。クーラフォクシー。フォクシー側ってことですか？フォクシー、クーラ側がやりたくない。本当にめんどくさい。なるほど。個人的に、はい、フォクシー、シャンフェイ、あとなんかいたんだよな、もう一キャラ。ああ。もうなんか本当に個人的に吐きそうなぐらいやりたくない。なるほど。結構、あこのツッツキで、そうなんだね、クーラーの結構有利な間合いを取りづらいっていうのはありそうですよね。そうだね、なんかこっちが結局間合いのところからなんか向こうが一方的に刺してくるんで、はい、ああなるほど。さあここはうまく前転。いやフォクシーの強さの一個に前後転もありません。ありますね、ちょっと見えづらいですよね。見えづらいです。つうかなんで消えんだよって話なんで確かに。さあここはうまくトンカツさんが逃げ切る。さあさっき言ってたちょうど飛びにすら中断の、ああはいはい。いやさあここでデチオさんが、あイオリ珍しいですね。はい、ノジアイではよく使ってるのを見ますが、ここで投入してくる。さあ裏回り、すごい今見づらかった。確かにしっかりそこで八乙女まで決めていくのがさすが。
確かに。そのまま死ね。中堅でこれマリーですね。固め方が独特。だからマリーってジャンプ C が本当あんまり目立たないですけど本当強いですよね。強いですね。実はどのタイトルも結構ジャンプ C かなり強いんですけど、やっぱジャンプ D とか目立つ使いやすいのが目立つんで、あんまり目立たないんですけど、ジャンプ C 本当強いですよね。さあ、トンカツさんが本当に画面端から出さない。確かにすごい。さあ、うまい。ワンフレにして、はい、しっかりしている。おっと、なあ、さあちょっとごちゃごちゃしているが、うまい。さあゲージが空空になってしまっているのはトンカツさんの方かなですね。さあここで同キャラ戦、体力のほぼ互角でかなりレサーは有利な状況ですが、ゲージだけがここは消費を見せてしまうが、さあここはどうなるか。体力リードはトンカツさんだが、確かにうまい。さあここはしっかり、ここは使っていく。ガーキャンしてきた。さあトンカツさんゲージがない。ただデサマの方が体力つない。確かにこれはダーまだ死にはしないが、さあもうほぼイーブン。こっから置き攻めでどうなる。強エボニー、弱エボニーから、危ない。あーあお、かなりのいい勝負。さあさあここで勝ったのはデサマ。お疲れ様です。はい、そして 2P があとは S さんとサヌイさん Q さんいますけど、ここで S さん、それでは始めてください。 S だを置いたんだえさん、何の、ああ何のやつ、何のやつだ。パパの言うことを聞きなさい。ああ、なんか名前だけは聞いたことあります、はい、なんか、はい、親が亡くなったかなんかで、はい、三姉妹を預かる大学生の話です。なるほど、はい、なんかエロゲーのようなエロゲーなんかな、エロゲーのよう な, なんかストーリーな感じがしますけど、あのスクエアでやってます。ジャンプスクエア、スクエアジャンプでやってます。それの確か幼女キャラです、はい、なるほど。そうです、羅列が回ってないよっていう。さあ S さんの趣味が伺えたところで、そうですね、はい、試合の方を見ましょうか。まあ言ってもパッタ勢なんで、あ、確かに、なるほど、多分Tさんもそんな嫌いもあるはずなんではいはい。 S さんはシンゴシャンペキングですね。あ、いつも使ってるキャラですね、変わらず、はい。さあ置き攻め重視で、さあ D 投げ、しっかりガードしている。あー、打ち切ってしまい、ちょっと安いか。しかしあそこの反撃はなかなか難しいところ。だってあの距離打ち切って問題なかったのか。ちょっとなんか難しいところでしたね、お互い。ここは中段決めて中段、あー減った。あそこから逆転する。いやー、中堅よりなんだかんだあの荒髪強いですよね。あ、強いですね。あ、発生はかなりガチですよね。そうですね、早くて結構確定する場面とか多いですよね。はい、差し込みに使えたり。しかし残り体力も少なかったか、エチオさんが取り返して中堅戦出てくるのはシャンフェ。さあここはしっかり、さあしゃがみダウンから
攻め立てていく。で、サマー打ち切る。ねえ、シャンフェイもちょっと苦手意識があるんですよね。いや、自分相当苦手です。はい、本当になんか早い展開にするのがみんなシャンフェイ使い上手くて、そうですね、落としづらいし結構ペース握られちゃいやすいですよね、このキャラ。なんかナンバと飛びとって両方見てるのがすごい。あ、はいはい。さあ、しかしうまくレチオさんが勝利して S さんの対処キング。この組み合わせ結構面白いですよね。ああ、はいはい、自分やってて結構好きです。結構お互い勝負できるポイントがあって、はい、結構いい勝負っぽく見えるんですけど、なんだろう、あ、やっぱキング、はい、ま、キング側もやっぱ NC 振りづらいと思うんですよね。ああ、はいはい、確かに。でも矢上側もそんなピュンピュン飛べるかってそうでもないんで。確かに。と言ってる間に、そうですね、勝ったのはデサマ。さあ、続いて座るのは Q さん。それでは始めてください。確かに NC 振りづらいっていうのはありますね。なんか結構青いバナとかで見られて差し返されたりしますね。なんじや。さあ、ここで2ピン、Q、2ピンに座るのは Q さん。さあ、Q さんチームはクラーク、ひなこ、ウラロバ。じゃあクラーク1番、昔と変わらずですね。はい、これきついだろうな。そうですね、先にやっぱりこの画面端になるときついんですが、意外にやりにいける感じはするんですよね。そうですね、あ、うまく通れば、はい、やっぱデジオさんはやっぱ上もしっかりね意識してるんで、 そこをうまくかいくぐっていかなきゃいけないのが厳しいところですね。さあ、冷たい。さあ、なんだっけ、パークイ縛りのジャスカーリー。さあ、ジャンプビー。さあ、ほとんど Q さんを通さなかった。で、千代さん、かなりその恩恵はでかい。そしてさらに苦行が続き。確かに、これも本当なんかドスコイの五輪の間合いぐらいにいられると、ね、かなりやることは限られてしまうんですが、ただやっぱり飛びが緩いですからね、ひなこ側も、はい。あ、これ、これしかし1回入る。きた、これはでかい。前転から、おっと、ダーダーっていうポイントが2回ありましたね、今ね。2回ありました。変な方向向いたエンビを吹っ飛ばし、やばいっすね。さあ、ここでイオリ対ひなこ、これはちょっと殴り合いになりそうですが、五輪五輪と。さあ、しゃがんでいる。しゃがみ。さあ、お互いしゃがみや。ひなこもしゃがんで、これはうまい。さあ、ゲージは残す。さあ、体力はイーブン、五輪好き。先ほどから NC キャンセルカラキャン、五輪好きはかなりダメだ、はい、機能している。強い。さあ、一気に取り返した Q さん。いやー、ま、たこれは痛い。た3割ほどのダメージをもらってしまう。開幕さあ、これ以上はひなこを通させたくない。さあ、飛んでしまい、さあ、なんとかこれで形勢は若干で様に傾いた感じは。そうですね、ゲージ分で、はい、そうですね。
あ危ない。さあ1本払って画面端追い込んでくる。なっ、これはさすがに使う。しっかりマックスコンボ減る。さあここからエボニー、エボニー、うまい。あこれはいやー引っかかる、はい、ギリギリ引っかかって、で、千代さん勝つ。